どうも、皆さん、こんにちは、コウキです。うろうろするな。さて、今回は Yahoo 知恵袋の質問と回答が面白かったのでまとめてみました。それでは行きましょう。質問。僕はうんこになりたいです。どうしたらなれますか？まずなんで？とりあえず一回落ち着こう。回答。鏡を見てみてください。もうすでにうんこですよ。ひどいな、お前。質問。うっせえな、てめえ死ねや。で、敬語でなんて言いますか？回答。大層賑やかなご様子でいらっしゃいますところ誠に恐縮でございますが、ご逝去遊ばしていただければ、公人に存じます。いや、一周回って煽ってない？質問。インストールとダウンロードの意味の違いって何ですか？回答。ダウンロード。インターネット上で欲しいデータがあった場合、自分のパソコンに取り入れて保存すること。データは圧縮されている。インストール。ダウンロードしたデータを自分のパソコンで使えるようにすること。圧縮されたデータを回答する。あー、その通りなんだけど、ちょっとわかりにくいよね、これ。例えると、美味しそうな冷凍ピラフがあったので、買って帰ることをダウンロードと言い、チンして食べられるようにすることをインストールと言います。わかりやす！質問。曲名を教えてください。ピアノの曲だったと思います。あー、わかる！曲調は覚えてるんだけど、曲名が出てこないんだよ。チャララランラランチャララランララン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 チャララランラランチャララランララン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 チャラララン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 チャララランランランチャララン。いや、わかんねえわ。ピアノの音を文字に起こしてなんでわかると思った？いや、これは無理だわ。回答。久石譲のサマーって曲ではないでしょうか？いや、わかるんかい。質問。ホットケーキが冷めたら、ホットケーキじゃなくなりますか？回答。ほっといた結果のことなんで、ホットケーキです。うまいこと言うな。質問。GGKS ってどういう意味ですか？回答。2チャンネル用語で、ググレカスという使われ方です。そのくらいググって自分で調べろという意味です。なるほど。ろくに調べもせずに人に質問するばかりの人っていますよね。お前だよ。質問。うまい棒1本だけ買ったら消費税はいくらですか？回答。現在消費税は 5% なんで、1本10円 ×5 イコール50円だと思います。間違ってたらすいません。間違いすぎや。うまい棒本体より高くなってんじゃん。これベストアンサーに選んじゃダメよ。この質問は716人が役に立つと評価しています。バカばっかり。